YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ABC ミュージックスクール代表の大塚紀之です。ドラム科講師のトッシーです。本日はですね、これから YouTube ライブを始めていこう、はい、ということになりましたので、告知動画をお送りしていこうと思います。はい。概要、トッシーの方からお願いします。はい。ABC ミュージックスクールでは、これまでこうドラムの動画結構何個も配信してきたと思うんですけれども、まあ、やっぱりあのレッスンでこう生徒さんからとか、まあ、コメント欄ですね、 YouTube のこう今まで配信してきた動画のコメント欄とかにですね、細かく、こういうとこはどうしてるんですかとか、まあ、バスドラの踏み方はどうしてるんですかとか、こう細かいこう質問みたいなのを結構、お聞きすることが多くてですね、こうライブ配信だったらですね、うん、その場で双方向で今のところそこの手のところちょっと見せてもらっていいですか、ちょっと解説してもらっていいですかっていうことにですね、その場で対応できると思うので、やるっきゃないということでですね、やるっきゃない、ライブ配信やってしまおうじゃないかということで今回告知させていただいております。はい。不慣れな点があると思いますので、例えば音がちっちゃいとか、ドラムの音量、声のバランスとか、はい、そのあたりはライブなのでリアルタイムに皆さんの声を頂戴しながらどんどん良くしていきたいと、そうですね、はい、思っていますので、どうぞお付き合いいただけたらと思います。はい。ライブ配信当日に行うお題については、はい、トシさん5つのトピックを、こちらでご用意しましたので、その中からですね、皆さんのご要望が多いトピックを選んで詳しく解説していきたいなと思います。で、その5つのトピックですね、1つ目は8ビートのやり方がわからない、非常にこれ、多いですね。8ビートといえばポップス、ロック、基本的な演奏技術なので皆さん知りたい方も多いと思います。2つ目はですね、バスドラムのダブルですね。これも、レッスンやってたり動画やってたりするとどうやってダブルやってるんだろう、まあ難しいポイントなんで、これもご要望の多いトピックかと思います。3つ目はですね、音量ですね。なんか音量出ない、音量が出ないな、音量が出ないなって悩んでらっしゃる方も結構多いんで、まあ、特に足ですよね。足の音量ってなかなか出ないんで、まあ、これも面白いトピックなんじゃないかなと思っております。4つ目はですね、自宅での練習方法、うん、これやっぱりドラムセットとね、防音室が家にあったらもうそれがベストなんですけど、そんなものをどうやって用意できるんだろうってね、この世知辛い世の中で、はい、僕もそうなんです。もう家の中にスタジオがあったわけではないので、まあ、そういった時にどうやって工夫して家で練習するか、こういうことについても面白いトピックなんではないかと思っております。はい。5つ目のトピックはですね、ドラムの楽譜の読み方ですね。ドラムセット、まあ、セットっていうだけあっていろんな楽器をこう集めてるんで、書き方って結構人によって違ったり、会社によって、その楽譜の出版社によって違ったりするんで、その辺も含めて詳しくお伝えできればなと思います。この5つのトピックの中から皆さんに投票していただいてですね、この話題が知りたい、この話題が興味あるっていうことを概要欄にも5つのトピックを書いておきますので、ぜひ皆さん5つの中からこれが知りたいという意見をお聞かせいただければなと思います。YouTube 上でもアンケートが取れるということなので、そこに今回のそのお題を載せてアンケート投票をしてもらいたいなと思っております。はい、1票でも多くいただいているもの、ね、皆さんが知りたいと思っているものを集中して疑問に答えていきたいと、皆さんの頭をすっきりとそうです、ね、させていきたいと。はい。でもちろんそのライブ配信続けていくっていう前提で僕ら始めましたので、今回のみの配信ではありません、うん、なので一つ一つ順番に解説もちろん今後しますし、視聴者の皆さんから投票形式でこういうのをやってほしい、こういうのをやってほしいっていうのを集めて、そこから、我々がそれに応えていくっていう形式でもやっていけたら面白そうだなと思っていますので、はい、相互に面白いと思うことをやっていければと思います。そうですね、といったところで、はい、ライブ配信をぜひお楽しみにしておいてください。お願いします。 ABC ミュージック代表の大塚とドラム科講師のトッシーがお送りしました。じゃあねー。バイバーイ。